養成所に行く素人 99% は大金をぼったくられて終わり。芸能プロデューサーの MJ です。今回は俳優声優になるには養成所に行く前にこれだけは知っておけというテーマでお話ししたいと思います。俳優や声優になるにはまず芸能養成所に行こうって考えているような方多いと思います。確かにね、なんか養成所はね、大手事務所の傘下であるってことが多いし、大手事務所の方が信用できるっていう方多いんじゃないですかね。でもね、大手芸能事務所が運営する養成所にはみんなが知らない闇が存在するんです。そして養成所に行ったら誰しもが事務所に所属できるってわけではないんですよ。ごく一部しか芸能事務所にちゃんと所属するっていうのはできないんですね。養成所もライバルが何千人といます。その中で勝ち上がる確かな攻略法っていうのが存在するんですね。この芸能養成所の確かな攻略法知りたくないですか？ということで今日はみんなが知りたくてしょうがないであろう養成所で勝ち上がるための裏技的な攻略法を皆さんに特別に教えます。ちなみにね、この養成所攻略法を知らないとあなたたちはこうなります。何百万も払って養成所に行ったのに芸能界デビューは全然できなかった。おまけに大量の借金だけ残ってバイト三昧、学歴もないから就職めっちゃ不利だ、人生終わり。こんなクソみたいなね、社会の底辺のゴミクズにはなりたくないですよね。大金だけ払い損みたいな、そういうのが嫌な人は絶対この動画を見てください。動画の最後にはみんなの役に立つオーディション攻略法も教えちゃいたいと思います。最後が一番大事だったりするんで、絶対芸能界失敗したくない人はぜひ最後までこの動画を見てください。本題に入る前に、僕の動画では芸能の攻略動画を毎日投稿しております。ただしこちらの動画、守秘義務ギリギリの情報を攻めてたりするんで削除されるような可能性もあります。なんでね、こういった情報見逃したくないよって方、ぜひ今のうちにチャンネル登録忘れないでください。まずは皆さんに衝撃事実を教えないといけません。養成所のレッスンには1円の価値もないんですね。100万円とかかかるんですよ、年間に。なのにレッスン行っても1円も価値がない、どういうことだっていうとですね、養成所とか行っても MJ みたいな攻略法っていうのを教えてくれないんですよ。でね、これなんで教えてくれないかっていうと、守秘義務があるんですね。これを教えちゃうと大手事務所が儲からなくなる、そういったロジックがあるんですよ。だから教えちゃダメなんですね、こういう MJ が発信してる情報とかって。つまり MJ はなんなら大手の事務所に命が狙われるかもしれないっていうことなんですよ。なんで本当にこの動画削除される可能性あるんで、なんでもう削除される前にこの動画絶対見てくださいっていうのを踏まえた上で、僕がこれからその普通の養成所とかが教えてくれない芸能界の裏側って部分を話していきます。まずこちら、知らないと損な知識1、これです。お金はドブに捨てる覚悟で挑め。それはなぜかっていうとですね、大手事務所に入りたいって人めちゃくちゃ多いんですよ。だから大手事務所はなんかね、大手事務所入れるよみたいな、そういうのちらつかせるだけでお金になっちゃうんですね。みんな何がなんかその養成所でレッスン受けたらそのデビューできますみたいなのをみんなにちらつかせることで何万人って人が100万払うんですよ。だからね、もうめっちゃくちゃなお金になるんですよ。だからね、大手事務所もね、結局はね、ビジネスなんですよ。でね、うまいこと稼ぎ口を作らないと破産しちゃうんですね。だからまあ大手事務所もね、こういうまあもしかしたらね、望んでないかもしれないよ、大手事務所も。もう苦しいけど、うちらが運営していくにはちょっとみんなにね、こういう美味しい情報をばらまいて養成所に来てもらってお金を稼ぐしかないってもしかしたら思ってるかもしれない。だから大手事務所もね、仕方なくこうやった養成所ビジネスみたいなものやってるんですよ。でもいろんな人に、たくさんの人にお金を払ってもらって運営する、これが大手事務所の養成所ビジネスの仕組みなんですね。で、まあ、大手事務所からすれば、お前らに大手のオーディションを受ける権利をやるから大金を払え、こんな感じなんですよね。はい。で、大金を払うことで大手事務所のオーディションを受ける切符を手にできるんですよ。これ事実。でもね、じゃあその切符をもらったとしても倍率クソ低いんですよ。だってじゃあ養成所大手の事務所入りたいって人も全国に何万人いるんですよ。ってなったら、それで受かる確率考えたら1万分の1とかになるんですよね。だからもし養成所に行くなら、その1万分の1とかの確率でしかその上の事務所というのに入れないです。だからお金はドブに捨てる感覚で挑みましょう。これがまず最初の知識ですね。次に知らないと損な知識丸にはこちら、お金を払った上でその後に運ゲーっていうお話。倍率がめっちゃ低いんですよね。ギャンブルですよ、こんなもん。競馬よりも低い、宝くじ買うよりも低い。さっき言ったようにね、年間100万払った上でオーディション受けられます。オーディション受けても1万分の1しか受かりません。ってなったら100万円払ったら絶対受かるってわけじゃないんですね。
だから100万円を払った上でやっとオーディションが受けられる、こういう前提でお金払ってください。もう本当にだからドブに捨ててるって意味わかりますよね。だからね、あのレッスンとかには本当に意味はない。オーディションに受けられる、お金を払って大手の事務所のオーディションに受けられる、これしかメリットないんですよ。だったらね、レッスンだけやりたいとか芝居だけ極めたいんだったら他のあのレッスンできるとこ行った方がもうお金少なくて受けられますから。本当に僕の知り合い月額500円であのなんだろう、レッスン受け放題みたいなのがあるんで、もうそういうね、あのレッスンだけ極めたい人がいるんだったら僕そういうとこ紹介するんで、はい。続いて知らないと損な知識さんはこちら、他にも道はたくさんあるってことですね。じゃあ今回はちょっとあの例えとして料理人で例えたいと思います。料理人になるためには、じゃああの専門学校に行って料理を学んであの料理人になる、そういった方法もあると思うんですけれども、実は料理人って専門学校に行かなくても料理人になれるんですね。じゃあ例えばどうやってやるかっていうと、例えばあの弟子入りするって方法、めちゃくちゃあの料理がうまいあの職人のところにお店に行って、僕を弟子にしてくださいって、バイトからでいいんで雇ってくださいって言って、そしたらじゃあやる気あんな、雇ってやろうって言って時給制限もらいながら料理を教えてもらいながら修行できるみたいなこともあったりするんですね。だったらあの何百万払って専門学校行って料理学ぶより、お金もらいながらバイト代もらいながら修行する方が絶対料理も覚えられるし、お金ももらえるし、めちゃくちゃ得じゃないですか。だから料理の場合は専門学校行く必要っていうのは全くないんです。これと同じように芝居をやる、役者をやる、俳優やる、声優やる、全部同じです。実は養成所だけが道じゃないんですね。例えばじゃあ劇団に入るとか、劇団にあのもう弟子にしてくださいじゃないですけど、僕はあの使ってくださいってめっちゃ頼み込んで、なんかこいつやる気あるな、よしうちの劇団入れって芝居を教えてもらうっていう入り方だってあるわけですよ。で実際に僕は養成所に行った経験あるんですね。皆さんと同じように昔は僕あの役者やってたんですけども、もうあの辺にある養成所に行ってたんですよ。もう僕が今やってるお店のほぼ目の前にあるんですけれども、はいはい。でそこで僕はどうしたかっていうと、年間80万円かけてレッスンしても全く売れなかった。で結果僕はどうやって役者として仕事がもらえるようになったかっていうと、たまたま僕のお父さんが経営してる居酒屋にその事務所、芸能事務所のマネージャーが来てて、たまたまそこで拾われたんですね。だから養成所とか全然関係ないとこから人脈だけで僕俳優の仕事がもらえたんですよ。で僕は今はそうやってこうやって皆さんにお仕事を送る芸能のプロデューサーみたいなことをやったりしてるんですね。だから皆さん覚えてほしいのは、他にも方法道ってのはたくさんあるってことですね。じゃあここまで説明したんで、最後にあのね、養成所も手段としてなしではないけれども、 MJ はあんまりおすすめしない、これが僕の結論ですね。もちろんね、全然行ってもいいと思いますよ。どうしても大手に入りたいとか、養成所にかけてみたいとか、まあそういった人はね、一応僕はでも MJ の動画では他にも養成所の話してるんで、よかったらじゃあここに貼っとくんで、養成所の知識とか大手事務所の知識知らない人はこれ見てください。これを見た上で養成所に行くかどうかってのを判断してほしいなって思います。その上でね、一番大事なのが、養成所に行こうが行かまえが、オーディションは絶対にあるってことですよね。ってことは皆さんは一番何をするべきかっていうと、オーディションの対策なんですよ。ってことでね、オーディションの攻略法だけは最低限知らないと結局受からなくてダメになってしまいます。そんな皆さんのために実は僕昔オーディションの攻略法の動画作っております。それがこちらですね。オーディションの審査員が見てるたった一つのポイント、こちらの動画を以前投稿してるので、こちらに貼っときます。よかったら皆さんこちらも見てください。この動画は実際に現役でオーディション審査員やってる MJ がどうやってその審査をしてるのか、審査基準は何なのかっていう、どんな人採用するのかっていうのをめちゃめちゃ話してます。なんでしかも超ロジック的に論理的に話してるんで、めちゃめちゃ勉強になります。よかったらこちらを見ていただければ皆さんも勉強になるのかなって思います。ということで今日の動画は以上です。ご清聴ありがとうございました。質問がある方はね、コメント欄からぜひお願いいたします。そしたら僕が質問から答えたいと思います。あとはね、高評価をしてくれると僕のモチベーションが上がって僕の動画投稿頑張れるので、ぜひともコメントか高評価いただけたらなって思います。逆に MJ の動画そんな勉強になんないし、もう MJ さんには動画投稿しなくていいやーって思う人はコメントも高評価もいりません。逆にね、これからも MJ に動画投稿してほしいって人はコメントか高評価いただけるとありがたいです。ということで今日の動画は以上です。ここまでご清聴いただきありがとうございました。バイバイ。